こんにちは。あ、違う。はい。こんにちは。そしてこんばんは。ゆういちろうです。はい。なんでブーンって言ったかと、フライトジャケットを着ております。はい。まあフライトジャケットってたくさんあります。MA1 これは有名ですね。MA1、あと B15 シリーズ。うん。ね。あと来ましたよ。私が着てる L2D。L2D って何ぞやと。本当ねフライトジャケットいろいろあるんですよ。旧海もう参っちゃうね。それでもう60年ぐらい前なので、本当のヴィンテージはカーッと値段が高騰してます。おいで、私の場合は手に入れました。高いっすよ。ただ安心してください皆さん、これパッと見そうなんですけど、まあでもその頃のこうジャケットなんだけど、民間用モデルです。え、パッと見そうじゃんって思うんだけど、俺もそう、これやったなと思ったんだけど違う。はい、見てみましょう。え、よく見えるでしょこれ。はい、キルティングがされてます。キルティング、あのね、本当のフライトジャケットにはキルティングはされてません。キルティングってなんだってね、粗悪な綿をもっとこう固めてミシンで綿が落ちないようにこう止めたのがキルティング。まあスカジャンなんかにもね、こうよく使われてますけども、戦争の時はね、こう物がなかったりいろいろしてるんで、もうこういろいろ猛烈にこう なんていうのかな、あの知恵を絞って、うん、こうしたらジャンパーがあったら着れるんじゃないかとかいろいろ考えたんじゃないですか。はい、朝鮮戦争後にできたジャンパー L2B、それをね、まあ本物を語ってくれる方、恵比寿にある合法ブロックでは、じゃあ VTR 見てみましょう。 VTR 開店。はい、どうも、合法ブロックの成田さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。あれ、服着替えたんですね、はい、着替えましたね、ちょっとまあそこそこに。あ、そうですか、はい、それで、あの僕古着が大好きなんで、今日はなんか一つ、成田さんに紹介してもらおうかなと思って、来ました。はい、で紹介してもらいましょう。じゃあこれはまず L2B ですね。はい、L2B のベトナムタイプの中のオレンジのやつですね。うんうん、はい、で、あのまあこの舞台名も入ってて名前も入ってて、まあ勝利。あ、普通こういうこういう幕って外されてるじゃないですか。これはもう全部完品です。はい、でこの名前を調べていくとちゃんと空軍の出てきます。普通は僕も多少は、あのまあ MA1 とかもうちょっとランクがこう下のやつ持ってるんですけど。舞台賞と名前普通は外されてますよね。そうですね。また僕を脅かそうとして。いや、だからそれが結局は、はい、やっぱりそういうんで、まあ、普通はまあ昔から僕の時代から環境品だから返さなきゃいけないっていうのがあったんでしょうけど、うん、まあ、まあ周りの国なのもいろいろあったりして、はい、たまたま出てきたのがまあこういうものでこう出てくるのはまあなかなか珍しいと。いや、珍しいですね。今日じゃあ紹介したいのは、僕ね古着好きなんだけど、そこまで詳しくないんで、ちょっと成田さん、これもう一回ちょっと教えてください、このジャケット名。これはですね、はい、L2B と言いまして、 L2B ですよ、皆さん。 L2B ちょっと裏もいいですか。裏はもう何もないですよね。あ、でも普通の L2B ですね、あのエアフォースの空軍のジャケットですね。その当時のあの時代ですね。はい、そのパイロットの方たちが着して、まあ戦争っていうか、まああんまりあれでしょうけど、全部赴いていった、そういうジャンルなんですよ。まあ今結構リメイクものも多いじゃないですか、はい、まあ例えばね、大手 の、 あの、はいはい、メーカーさんっていうかブランドも、ハイブランドのメーカーさんもね、はい、ただ昔のやつはどう違うかと、ちょっとそこをね、伝えてください。昔のやつと今のやつと、ね、やっぱその年代のオーラですよね、うん、リメイクで新品でこの味が出せるかって言ってなかなかやっぱり出せない、出せないね。まあ、あと
本当にリアルでこれを着て戦ってたわけだからね。やっぱりそれを感じて、それをじゃあ僕が次に引き継ごうかっていう形で、まあそうですね。ありがとうございます。僕もちょびちょび毎回もう時間があるたびこう大田さんとね、そういう古着の歴史の話だったり、もう本当に面白いのでね、ぜひ古着愛ね、古着はなんで面白いのかなということで、やっぱりこういう成田さんのお店にぜひ来てください。では、はい、いやー、はい、どうでしたね。うん、車の音がうるさくて聞き取りづらかった、すみません。はい、まあそれでね、いろんなヴィンテージがたくさんあるので、ちょっとまた次回も成田さんのね、いろいろ聞ければいいなと思います。今回は皆さんお付き合いありがとうございました。では。